今回は Python における正規表現について学んでいきます。指定したパターンに一致する文字列を置換、抽出したい場合、正規表現がよく使われます。今回は自然言語処理において便利な正規表現をいくつか紹介します。正規表現は文章に前処理を行う際に活躍します。 それでは最初にサブによる痴漢について解説します。正規表現を使う際は RE をインポートします。RE サブにより文字列の痴漢を行うことができます。こちらのセルでは RE をインポートした後、文字列 S に私は芝犬が好きですという文字列を変数 S に入れています。そして、 RE のサブにより、文字列 S の芝犬をシャムネコに置き換えます。それでは実行します。このように表示されました。芝犬がシャムネコに置き換わっていますね。それでは次に複数の文字の指定について解説します。こちらの例では複数の文字を 別の文字に置き換えています。変数 S には、私は黒犬と白猫が好きですという文字列が入っています。こちらでは RE のサブを使っていますが、角括弧で囲むことで犬もしくは猫を馬に置き換えます。それでは実行します。このように犬と猫が馬に置き換えました。 以上のように角カ,カッコ内の各文字は特定の文字に置き換えることができます。それでは次に否定について解説します。こちらの例ではある特定の文字以外を置き換えています。変数 S には私は黒犬と白猫が好きですという文字列が入っています。そして、 角括弧の中にハットを書いて犬、猫と書きます。それでは実行します。このように犬と猫以外が馬に置き換わりました。以上のようにハットを使うことである特定の文字以外を特定の文字に置き換えることができます。それでは繰り返しについて解説します。 こちらの例では、プラスの記号を使用することで、文字の1回以上の繰り返しを表現しています。こちらでは変数 S にこちらのような文字列が入っています。私は芝、犬を何度か繰り返してが好きですという文字列となっています。この文字列の犬を繰り返す箇所を犬に置き換えます。 その際に、プラスの記号を使います。それでは実行します。このように表示されました。いくつもの犬の繰り返しが、一つの犬という文字に置き換わりました。それでは、Ruby の除去について解説します。これまで学んできた正規表現のルールを組み合わせて、 文字列からルビを除去します。こちらの文字列にはルビが入っています。柴犬の直後とシャムネコの直後に入っています。この文字列からルビを除去します。こちらに正規表現がありますが、左側のカッコと右側のカッコの間に、右側のカッコ以外の文字列が複数ある箇所を からの文字列に置き換えます。それでは実行します。このように、私は柴犬とシャムネコが大好きですと表示されました。こちらの正規表現の箇所は、右側のカッコ以外の文字の繰り返しを意味します。従って、こちらの表現は、左のカッコと右側のカッコの間に、 右側のカッコ以外の文字が複数ある箇所を表します。以上のようにして文字列に対して様々な処理を正規表現により行うことができます。それでは最後に課題です。こちらのコードにおける文字列 S から正規表現を使って Ruby を除去してみましょう。白馬の直後の Ruby と 草原の直後のルビを除去してみましょう。今回は正規表現を勉強しました。正規表現では他にも様々な処理を行うことができますので、興味のある方は調べて試してみてくださいね。